こんにちは、住吉たまきです。今日は私の毎日メイクを紹介していきたいと思います。下地フェイスパウダーファンデーションが済ませた状態から始めます。この下地なんですけど、香りもいいし持ちもいいし透明感も出るのでとってもおすすめです。下地と眉毛はこんな感じで完成しています。まずはキャンメイクハイライター05番を使ってハイライトを入れていきます。私は T ゾーンと C ゾーンと、あとは眉毛の下の部分のちょっと骨の出っ張ったところにいつも入れています。この眉下のところのねハイライトを入れると全然違うので、最近必ず入れるようにしています。次はメイベリンファッションブローパレット BR3 番の真ん中の色と一番薄い色を混ぜて、で手でちょっと払ってからノーズシャドウを入れていきます。最近は真ん中のところらへんまでしかノーズシャドウは入れてません。次はスイーツスイーツのスパークリングアイグロス。この色がもうめちゃくちゃよくって、今回のメイクはこれをメインに他のものを選んだという感じです。そのまま目につけてしまうとつけすぎてしまうので、あの手のところで取ってから指でポンポンのせるようにしています。次がアイライナーを引いていきます。まずはまつげの間をこのレアナニのブラックブラウンのアイライナーで埋めて、でその後ひょいっと描いていきます。こんな感じです。はい、そしてこれが終わったら今度はスーパーライナージェルマティックペンちょっと逆なんですけど、これを下のまぶたのところに引いていきます。ちょっとね、黒目を大きく見せたいので黒目の下ら辺まで引いて黒目を強調するようにします。で次がこのアイシャドウのピンクを使って、二重幅よりもうちょっと広いぐらいのところまで塗っていきます。で終わったら指で動かしていきます。はい、こういう感じです。で今度は真ん中の色を使って涙袋を入れていきます。ちょっとね、描きすぎると変になってしまうので薄く入れていきます。で、今度はチークです。セザンヌのチークスティック。これをそのまま直接塗ってしまうとこれも濃くなってしまうので、指で取ってからポンポンしてのせていって、で次がこのキャンメイクの新しく出たパウダーチークスを今のセザンヌ塗った上のところに少しだけ、本当に少しだけ入れてぼかしていきます。はい、でまつげを上げたら今度はキャンメイクのフレアリングカールマスカラ、ブラウンの色でマスカラを入れていきます。マスカラ入れるってなんだ、マスカラしていきます。下まつげのところもマスカラしていきます。はい、で今度はリップメイクです。レブロンのバームステイン、これを今回はグラデリップにしたかったので内側だけ塗って、で口を閉じてなじませてポンポンしていきます。これでグラデリップの完成です。で最後にボリュームアップレディグロス01番キャンメイクのものを唇の真ん中のところだけに塗って、で完成です。このスイーツスイーツのアイグロスに合うメイク方法があったらぜひ私に教えてください。では最後まで見てくれてありがとうございました。グッバイカルボナーラ。